皆さんこんにちは、あずさです。今日のテーマはこの夏あなたが迎える最高の展開というテーマでカードをリーディングしていこうと思います。今回はですね、ちょっと珍しく、こちらの Find Your Light インスピレーションデッキから、選択肢を3枚選んでおります。なんかね、こちらのデッキさんが選択肢に使ってほしいアピールがすごかったので、今回ちょっとなんか夏だから夏っぽいですよね、全体的にね。なんかとても爽やかなので、せっかくなので選択肢にしてみることにしました。はい、ではですね、選択肢の紹介です。まず A の方。はい、A の方はこちら。はい。I will play のカード。A の方は I will play のカードです。はい。そして B の方。B の方は I am a child のカード。B の方は I am a child のカードです。そして C の方。はい、C の方。これね、デッキの箱に使われてるのと同じ絵なんですけども、I will guide の、カード。C の方は I will guide のカードになります。はい、A、B、C となっております。選択肢は直感で選んでいただいても構いませんし、なんだかこのカードとっても惹かれるなと思うカードに、していただいても結構です。2つで迷ってしまいましたら、両方見ていただいて、冒頭の、現状のところがね、よりしっくりくる方を選んでいただいても構いませんし、両方見ていただいて、それぞれからご自身にとってぴったりくるメッセージだけを拾ってご活用いただくのもいいかなと思います。今回も概要欄の方に、タイムスタンプをご用意しておりますので、お時間のない方はそちらからご自身の選択肢だけをサクッと選んでみていただくことが可能です。こちらの動画は、個人向けの占いのようなものではなくて、皆さんに今必要なメッセージが届くように、メッセージをね、こうリーディングの中に織り込みながら、読んでおりますので、どちらかというとビブリオマンシーのようにご自身が、選んだ選択肢の中からご自身にとってピンとくるメッセージだけを拾って、ご活用いただけるといいかなと思います。はい、では早速ですね、 A の方からリーディングを始めていこうと思います。はい、では A の I will play を選ばれた方のリーディングを始めていこうと思います。ちょっとね、今回から少しいろいろ実験的に、ポジションを増やしたりとか、少しね、もう少し詳しく見ていく方法もちょっとやってみたいなって、最近なんかね、すごいカードリーディングが私の中で盛り上がってまして。今まで盛り上がってなかったのかって言われるとあれなんですけど、はい、とにかくちょっとそんな感じで少しポジション増やしてみてます。やってみて、このポジションいるいらないみたいなのまたね出てくると思いますので、こちらねお付き合いいただければと思います。はい、今回はこちらが現状、そしてこちらが、現状の水面下で今ね、どういったことが起こっているのか、そしてこちらが、この夏A をね、A を選んだ方が迎える最高の展開。はい、そして、こちらにアドバイスカード、そしてね、最後にちょっとメッセージカードっていうのを引いております。ちょっとね、この辺の差がね、つきづらいかどうか、ちょっとやってみないとわからないなと思って、今回やってみようと思います。はい、では今回も、めいめい展開して見ていこうと思います。はい、では A を選んだ方の現状を見ていこうと思います。ね、いつもね、なんか現状で私ちょっと時間使いすぎちゃうので、ちょっと2枚で出しております。せーの、パカッ。おー、いいですね。10 of Hearts。はーい。はい、そしてリトリートが出てます。なるほどね。はい、A さんとってもいい状態なんですね、今ね。すごくいろんなことがうまく回ってるし、もしかしたらうまく回ってるっていうその外側の、状況がもしそこまでもこう何て言うのかな、ビシッと定まってないにしても、結構心はいい状態っていうのかな、なんかね、ウキウキしてたりとかワクワクしてたりとか、ちょっとねやる気に満ちてる感じもすごいあるんですね。で、なんでそうなったかっていうと、おそらくですね、今まで少し自分の内側とすごくこう対峙してみたりとか、なんかね、書き出したり、自分の思考をいっぱい書き出したり、自分がやりたいことについて思考をしっかり見つめられたりとか、そうですね、ちょっと前まではそういう感じだったんじゃないかな。なんかこの先どうしていったらいいのかなって思ったりとか、そうですね、なんかね、内側を整理したっていう言葉が来るんですよね。A さんがご自身をしっかりと今まで整理されて、少しこうやって時間を取ったり、もしくはまあ一人になるような時間を、取って作って、それでこうして、ご自身の内側と向き合ってきた少し静かな時間を経て、今はなんかこういう状況になってるっていうことを言ってる気がしますね。それでね、そうなんか、今もそう、今この瞬間に対してもそうだし、なんか未来に対してもとにかくちょっとやる気が湧いてる感じがするんですよね。ワクワクしてる。そう、ワクワクしてる。で、それがたとえこの先が見えなくても、なんかうまくいきそうな気がすると思っていたりとかね。とにかくバランスもいいんですよ、すごく A さん、今。バランスがいい状態。なんかちょうど前回の守護天使からのメッセージ動画で結構皆さんバランスバランスって言ってたんですけども、ね、あれ読んだ時はなんかバランスを整える必要が出てくるのかなと思ったんですけど、もうなんか A さんの場合はバランスがかなり整っていて、すごく今ねいい状態なんじゃないかなっていう感じがいたします。はい、ではこんな現状の A さんですけれども、A さんのこの現状と、この夏ですね、水面下で、起こっていること、そして起こっていくこと、ちょっとね全般で見ていこうかなと思います。はい、では A を選ばれた方の、水面下で起こっていること、はい、2枚出てます。せーの、パカッ。サンコフォー。はーい。はい、こちらとセブン・オブ・ソーズ。これもあんまり出てこないですね。なんかパワフルですね、このソードの7。はい、わー、面白い面白いですね。これはなんか感覚では来てるんですが、うまく言葉にいつも通り今どこから話そうかな。なんかね、そう、まずサンクフルのカード。はい、これね、なんか2枚で1つのことを言ってるんですけど、まずこの中の感謝、感謝に満ちてる感じですね、サンクフルってことで。なんかね、感謝って、これは私よくねブログとかでも言ってるんですけど、感謝ってまあ多くの方はなんかね、感謝ノートとかよくありますけれども、なんか自分が感謝できるもの、をたくさん見つけて、なんかポジティブな面を見ようとかね、たくさん感謝しようみたいなのあると思うんですよ。で、感謝って素晴らしいことだと思いますし、まあそういうポジティブな面って本当に素晴らしいものだと思うんですけれども、ただやっぱりすごく自分が満たされてない時に、なんか一生懸命感謝しようと思っても、なんかこう揺り戻しみたいなのがあって、結局なんか大して感謝できないで終わっちゃうんですよね。なので、私感謝って本当に内側から勝手に出てくるものだと思ってるものなので、はい、感謝に対して、ちょっと人によってこういろいろ見方があると思うんですけれども、なのでね、そう感謝って周りの方に感謝したりとか、本当に自分を支えてくださってる方とか、自分を、雨風から守ってくれるお家とか、ご飯がいつも食べられてることとかね、よくそういったことにそうやってね感謝しましょうみたいなのってあると思うんですけれども、ただ、それって、すごい不思議なんですけど、あの感謝ノートみたいなのって自分含めてる人すごいいないと思うんですよね。はい、で感謝ってね、結局すごく深いところで自分自身に感謝できると、あとは勝手に感謝した状態になっちゃうんですよ、周りの方に対しては。だけど周りの方に対して一生懸命感謝感謝って、あの人にも感謝、この人にも感謝、いつも感謝感謝ってやってて、すごい不思議なんですけど、自分をみんな含め忘れてるんですよね。なので感謝しようと思うと外側に目が向くんですよ。だけどそう、なんでこの話をしたかっていうと、 A さんは本当の意味でちゃんと深いところで自分という存在の内側からちゃんとこう今ね感謝できている状態、ただこれ水面下で起きていて、多分 A さんはそういう認識はないと思います。でもね、現状を見ててすごくいい状態だったんですね。で、あのぐらいもう本当にウキウキワクワクできてて、今もすごく万事順調だし、そう未来に対してもワクワクできてる方って、もう自分という存在に自然と感謝できてる状態なんですね。でそれができてるんですね。なのでそれがね、そう、それですごく面白いのがそれができている状態を通してっていうのかな、そのおかげでというのか、この自分を要は肯定できてるんですよ、 A さんは今。自分でこのままでいいんだとか、じゃあもうあまり失敗とか気にせずどんどん動いちゃおうとか、もしくは動かないにしても、今もうこうやってゴロゴロしてるだけで自分はすごい幸せなんだって思えて、わーいわーい私万歳って思えてることを通して、不要なエネルギーとか、一番来てるのは周りの人に対するいらない気遣いとかね、周りからどう見られてるかとか、あとはあの人ちょっとこう思っちゃったかもしれないから後でフォローしとかなきゃとかね、そうやってみんなだんだん疲れてくんですけど、周りに気を使って、そういう気遣いとかが全て断たれていくみたいなことを言ってるんですよね。今 A さんが本当に素晴らしいね、現状で、素晴らしい状態で、じゃあその水面下で、何が起こってるかっていうと、ご自身に本当に深くこの自分の根っこ、なんていうのかな、感覚あるんですよね。すごくすごく源の深いところにご自身の根源みたいなものがあって、その根源をもう認めたから、同時に、自分に対する愛、喜び、感謝みたいなものが溢れていて、そう、そのエネルギーが、A さんが意図することなく周りとの自然とつながってしまっていた行動とか、その行動によって、エーテルコードみたいなものですね。そう、それを知らず知らずのうちに周りの方に気使っていっぱいさしてたりとか、もしくは周りの方と一緒にエネルギーが混ざっちゃってたような状態とかが、とにかくそこから断たれていくんですね。だからすごくいいことが水面下では起こっているし、この夏ね、そういったことも、進んでいきますということを言っております。これね、実際こういったことがなされていくと、もうめちゃくちゃ軽くなって、不思議とフットワークもすごい軽くなるんですよね。でフットワーク軽くなると変化も激しくなってきますし、変化激しいってちょっと激しいって言い方は微妙ですね。そうでも変化もこう加速して、それ変化も加速していきますし、そうすると奇跡も起きてきますし、もうね、いいことだらけですね。はい。では、こんなことが水面下で、起きているんですけれども、はい。ではね、いよいよこの後、この夏、A さんがね、迎える最高の展開、見ていこうと思います。はい。では、A をね、選ばれた方が、この夏迎える最高の展開ということで、4枚引いております。はい。では、見ていこうと思います。せーの、パカッ。はい、シーカー・オブ・ソーズ。なんかこんなかかしいたら嫌ですね。怖い。追っかけてこないでみたいなね。はい、そして「Embrace Your Emotions」。わー、すごい綺麗な絵。すごい純粋にそう思っちゃいます。すごい綺麗ですね。はい、なんかこのカード見ると魔女の宅急便の宮崎駿監督が撮られた方のアニメーションのね、映画版の魔女の宅急便のこうウルスラっていう画家の子がね、キキを描いてる絵があるんですけど、いつもそれをすごい思い出しちゃうんですよね。あの絵すごいこう子供の私には衝撃的ですごい美しいなと思ってたんですけど、なんかちょっと似てません？私だけかしら。はい。そしてご褒美だよゲコゲコカード。エースオブブンズが出てます。ご褒美だよゲコゲコゲコ。はい、ではですね。はい、2オブチャレンジス。はい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 なるほど、これはすごくまず全体的にとってもいいんですけど、なんかいろんなことを言っている。そうですね、まずはこのなんか若干怖いかかしカード。一応なんかひまわりさんなんですね、このかかしも。なんかすごいなんかスマイルがニヒルですよね。A さんがずっとどっちにしようか迷っていたことについてというこう主語みたいな感じでこのカードが出てきてるんですよね。そう。なんかそうだな、なんか白を選べば右だけど黒を選べば左で、だけど白でも黒でもなんかどっちでもいいんだけど、そう自分にとってどっちがいいかわからないって思ってるみたいな感じがくるんですよね。そう、なんかどっちも悪くはないんですよ多分こうやって見てると。なんかどっちかがすごく魅力的ってわけでもない、もしくは両方ともとっても魅力的だけど、そう自分にとってどっちがベストなのかがちょっとわからない状態でずっと悩んでいたこと。そうですね、でなんかちょっと最高の展開で出してるので、もしかしたらこれは結構長いこと悩まれていたとかわからなかったとか、そういったことに対して、答えが見えてくるとか真実がなんか判明するとか、そんな感じのことを言ってるんですよね。そう、なんか今まで見えなかった真実が見えてきて、そうなんかそのことによってでどっちを選べばいいかがすごいはっきりする。だから何かこう選択肢のこうなんか補足みたいな、なんか情報が欠けてたんですね多分ね。そう、このなんか白か黒か右か左かって選ぶときに、選択するための材料としての必要な情報が欠けてたんじゃないかな。見えていなかったみたいなのが来るんですよね今までは。それがそうだから A か B か右か左か白か黒か自分の中でなかなか決められなかったんだけれども、その答えがこれねすごいはっきり見えて、なんか正解が見えるというよりは、そう足りなかった情報が、明示されるとか、そういう感じがするんですよね。だそれをもとにして、決断を多分ね下すことができるし、多分すごくいいことなんですよ、この情報が。なんかしばらく進まないとわからないかもな、どっちか、ちょっといわゆるこうギャンブル的にどっちかを選ばないといけないと思ってたんだけれども、そう、この欠けていた情報が、分かることによってどっちを選べばいいかがわかる。で、そう。でね、それってね、なんかすごいギフトなんですよね、この A さんにとって。まずものすごくなんか安心する状態になるし、多分これはちょっとねその右か左かを選ぶのが単純に分かるっていう、なんかこの言葉だけだと大したことないように思えるかもしれないんですけど、なんかもう A さんにとってはこれは素晴らしい、瞬間で、そう、それが分かった途端になんか全ての謎が解けるとか、今後の計画が一気に立つとか、もやもやしていたものが一気に晴れるとかで、同時にそれはそうただ選択肢のその正解が分かるだけじゃないんですよね。そう、これはただこのなんか選択肢の右か左かが分かるだけじゃないんですよ。本当に A さんにとってそれがすごくこう素晴らしい情報、ギフト、だからどっちに行けばいいかが分かるし、同時に、なんかとても嬉しいお知らせとか報告とか、まあ自分の人生に、すごく安心できる変化が訪れる、そういうことかな。とってもね、なんかああもう私これで大丈夫だって思えるようなすごく安心できる変化がやってくる。なので例える、これも本当完全な例えですけれども、なんか A 社に転職しようか B 社に転職しようかって悩んでいたけれども、なんか A 社と B 社が両方ともなんかその進んだけれども、そう進んだ後に、これじゃあもうすごい単純な例で言うと、いくらもらえるかわかんないって思ってたと、その給料で、なんか両方とも大相談みたいになってて、でちょっとお仕事やってそのちょっと雰囲気をねあなたを見てからにしましょうとかなんかやんわり言われてて、どっちが自分にとって正解なんだろう、両方ともすごくいいんだけどなんかいまいちそう決め手に欠けるとか、なんかそういうふうに思ってたところに、例えばですけど何か、例えば A 社には A 社からすごいなんか素晴らしいオファーが来て、なんかこうあなたが望む以上のこの金額を出すし、あなたが、望んでいたポジションもご用意しますのでぜひ来てくださいみたいに言われて、そうすることによってなんか今後の例えばお金の心配とかもそうだし、なんか自分がやりたいと思っていた仕事を A 社 B 社に行って果たしてできるのかとも思ってたけれども、もうその約束もしてもらえるみたいな。なんかいろんなことが一気に解決するんじゃないかな、そのことによって。でこれは本当に、そう迷っていたけれども本当にこう先ほどのね、現状で見た A さん見るとやっぱすごくご自身としっかり向き合われてきたんだなって感じが見えたんですね。でそのことに対するやっぱりすごくご褒美っていうか、まあね、スピリチュアル的に言うと結構当たり前っちゃ当たり前なんですけど、自分と向き合ったがためにきちんとその自分と向き合う時間を作ったりとかね、そうされたことによってなんかあなたの中から、自分にとっての正しい道が見つかるとか、なんかね、なので正解が出てくるというよりは、しっかり、そうは言ってもちゃんと自分のためにしっかり本当にいい方を選びたいと思った気持ちから、こう未来がね、望む未来がこうきちんと作り出されていくっていう感じもちょっとしますね。はい。なので、全ては、A さんがずっと自分に頑張って向き合ってきたご褒美でもあると同時に、そのご褒美っていうのは A さんが自分で作り出した、生み出したものなんだよみたいなことを言っております。はい、素晴らしいですね。では、このね、最高の展開に向けて、例えばね、必要な行動などがありましたら、次のアドバイスカードで見ていこうと思います。はい、では A を選んだ方に、アドバイスカードを引いております。2枚出てます。せーの、パカッ。おー、パッションイグネイティッド。すごいこのカード好きです。こういう状態大好き。胸を躍らせる、ワクワクする瞬間ですね。はい、そして、Two of Clouds。あれさっきね、なんか白か黒かとか言ってましたけど、本当になんか、白と黒がいる。わかりやすい。あ、もうものすごいシンプルですね。これ多分ね、現状の A さんにその最高の展開を迎えるためのアドバイスですね、完全に。より自分がワクワクする方、よりあなたの胸を躍らせる方、そっちに向かっていきなさいっていうことを言ってるんですけど、ただね、最高の展開のところで見たように、なんか A に行ったらワクワクするのか B に行ったらワクワクするのかのその検討裁量が多分ね、まだ見えてないんだなと思うんですよね。だけどそう。それを見出すというか、最高の展開で言っていた、その真実がわかるとか、何かその検討材料が新たに出現するっていうために、じゃあ何をすればいいかっていうこともちょっと言っていて、ね、常に毎日、こう自分がワクワクすることとか、本当に情熱を傾けられることに時間を割いたりしていくと、不思議とね、そういう波動になっていくんですね。なんかワクワクしたり楽しいことやってる時の波動ってめちゃくちゃ高いので、はい。で、その波動になっていると、そういう波動の選択肢が多分出来上がってきて、目の前に現れるっていうことだと今回思うんですね。すごい。なんか絶対そうだ。だってそういう仕組みだもん。本当にそういう感じですね。なんか、どっちかが、この A と B、白か黒かの選択肢が、どっちがよりいいか分かったら動こうって皆さんね、これ普通だと思うんですよね、そう思うの。でも分からないうちに動かなきゃいけないこともあると思うんですよ。で、じゃあ、どうやってその素晴らしい、選択肢のこう情報っていうんですかね、よりどっちが自分がワクワクするのかを見出すために、まずはあなたが今すでにワクワクしていてください。あなたの波動を非常に高くしておいてください。そうすると、波動の高くなるような、つまりワクワクするような未来がおのずと姿を現しますっていうことを言っていますね。はい、とっても素晴らしいですね。そして本当に最高のアドバイスだと思います。先にその波動になっておく。もうね、これが一番手っ取り早いですし、真実だと思いますので、ぜひね、このアドバイス、ピンときたら、少しね、こちら耳を傾けて、行動に移してみてください。では最後にですね、今の A さんに向けてメッセージカードも引いておりますので、こちらも見ていこうと思います。はい、では A を選んだ方に、メッセージカードというのを初めて引いております。はい、2枚出ております。せーの、パカ。はい、Put Others First。そして、Big Picture Thinking。きれい。吸い込まれる。はい。なるほど。はい、メッセージカードということで、メッセージなんですけれども、やっぱりこれって先ほどの、どっちを選ぶかみたいなことに対して言ってる感じがすごいするんですよね。まずですね、こんな感じかな。なんかね、本当は、A さんが自分がどっちを選べばいいのかっていうことは、本当は A さんはね、深いところで分かってるんですよ。深いところではびっくりするぐらいクリアに答えが出てるはずですってことを言ってるんですよね。そうで、とはいえやっぱりね、私たちはそのエゴちゃんがちゃんとね、私たちを生かすためにきちんと働いてくれていて、おかげさまでこうやって生きてるわけなんですけれども、そう、ただやっぱりそういうエゴちゃんがとかマインドがね、思考がいろいろぺちゃくちゃとおしゃべりをしていると、なかなかこの直感とか深いところで分かってるすごくクリアな、自分の、心とか気持ちとか、そういったものがなんかね、そういったものがあんまり、見えなくなってくるっていうか、そうなのでまずは思考をクリアにするっていうことも言ってるんですけど、ただなんか今回はね、これでちょっとなんか補足をしてきていて、とても無理だろうなと思ってることとか、ちょっとチャレンジングだなって自分で思っていることも絶対にやろうと思えばできるから、だからそうなんかね、多分先ほど言った、A か B か右か左か白か黒かみたいな、その選択で迷っている方がね、多分、この A の選択肢を選んでる方はそういう方だと思うんですけど、自分の中でこうクリアに答えは出てる、本当はね深いところでだけど、いろんな条件とか、でもこうなったらどうしよう、そうなったら嫌だしとか、いろんなことが頭の中でぺちゃくちゃ喋っていて、クリアになかなか決められないのだとしたら、それはね少しね、こうなんていうのかな、やっぱうまくいかなかったらどうしようとか、失敗したらどうしようっていう気持ちが、曇らせてるんですよってことを言ってるんですね。なので本当に、あなたが、クリアにね、どうしたいかクリアに見たいのだったら、そう自分の選択肢、自分の中ですでに選ばれている選択肢がどちらかを見たいのだったら、その恐れっていうものを手放してくださいっていうことを言っています。なんかできないかもしれないとか、ではなくて、やったらできるはずだっていう前提を、その選択肢のその迷いの方にちょっと当てはめてみた時に、どんなことでもできるとしたら、どっちでも、もしこの A と B、右と左、白と黒、これどちらを選んだとしても成功するとしたら、どっちを選びますかっていうことを言ってるんですね。すごくいいメッセージですね。はい。なので例えばね、先ほど言ったようなそのなんか A 社と B 社の転職の話ね、例えでした。はい。A 社に行ったらこういうことができるって分かっていて、B 社に行ったらこういうことができるって分かっていて、それぞれの A に行っても B に行っても成功する、自分がやりたいと思っていたことができるっていうことが、両方ともすでに分かっていたら、どちらを選ぶかっていうふうに考えると、すごくクリアに答えが出ますよみたいなことを言ってるんですよね。そう、正解はないですからね、本当に。なんか私たちって人生やろうと思えばほとんどの場合は何でもできるんですよ。でどうしても行く道が決まっていたら、そっちになりますので、そうですね。そう、素晴らしいメッセージですね、これね。そうですね。なので自分が本当にそうどっちに行ったらいいのかわからないのは、 A に行って成功するか失敗するか、 B に行って成功するか失敗するかわからないから、多分迷うんですよね。でも、そうではなくて、なんか私さっきからこの A さん見てて、そのさっきね、アドバイスカードのところでもすごく感じたのが、あなたが、その選択肢に対してあなたが選ぶ前からワクワクした素晴らしい波動になっていれば、そっち側の選択肢に自然と導いていかれる、または、そういう選択肢の先にある未来を自分で作ることができるっていうようなことを、アドバイスカードで言ってたんですね。それに対するメッセージ、それとね、すごい連動してるなと思うんですけれども、なので A さんはぜひ、今ね、もし迷われていることがありましたら、そちらが両方とも、こううまくいって両方とも自分の、想像通りにうまくいくということを考えて、こうね、ポワ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 ーンってこう自分の頭の上にこう雲をこうね、漫画みたいに想像の雲をこうやって出して、 A がうまくいったらこうなるでしょ。で B もポワポワーンって考えて、 B もうまくいったらこうなるでしょってなった時に、そう。じゃあ A と B どっちがいい？両方とも手に入るよ。両方とも素晴らしい結果が得られるよ。だったらどっちを選ぶ？みたいな感じで、考えられると、自分の中にある本当はすでに出ている答えっていうのを見つけることができますよということを言っていると思いました。はい、とっても素晴らしいメッセージですね。これ確かにこのやり方やると不思議とね、この2択ってすぐにね、答えが出たりするんですけれども、ぜひですね、これその通りだって思ったらこういうね、考え方をされてみるのもいいかなと思います。はい、A を選ばれた方のリーディングは以上となります。この夏ね、素晴らしく最高の展開をぜひぜひ迎えられてください。はい、今日もこちらのリーディング動画を見ていただきましてありがとうございました。はい。では B の I am a child を選ばれた方のリーディングを始めていこうと思います。今回ちょっと、実験的にポジションを、増やしております。今後もね、どういう方向性でやっていこうかなと思って、少しね、いろいろ試してみようかなと思ってるんですけれども、今回はこちらが現状、そしてこちらが、水面下で起こっていること、そしてこちらが、B を選ばれた方が、この夏迎える最高の展開。で、こちらが、その、最高のね、展開を迎えるためのアドバイスカード。で、最後に、今のね、B さんに向けてメッセージカードというのを引いております。はい、では、めいめい展開してみていこうと思います。はい。では、B を選ばれた方の現状を見ていこうと思います。3枚出てます。せーの。パカッ。あれ？これ先日も出ましたね。ガージアン・オブ・ハーツ。はい。そして、お！サクラルチャクラ。第2チャクラが出てます。そして、お！テン・オブ・ウォーター。これすごくいいカードですね。これA さんにもちょっと似たようなカードが出ましたよ。はい。多分デッキは違うけど、同じ、スートというか、じゃないかな。これね、カップの10なんですよね。でね、これもね、カップの、はい、コートカードなので、はい。では、見ていこうと思います。なんかね、ちょっと A さんと B さん似てますね、現状。ちょっと違うけど。はい。まず、B さんは、そう。自分のことと周りのことと、せっせと忙しいんですね、今。だけど、なんか、忙しい、忙しいというよりは、そう、忙しいんだけど楽しいみたいな感じがするんですよね。なんか、対外的なお仕事とか、もしくは、まあ、子育てとか、いろんな方のお世話とかもあるし、同時になんか自分もちょっと好きなこととかを今後どうやっていこうかなとかっていうことも考えられてたりとか、そうですね、そう、お仕事もとかもしくは家庭生活とかも充実してるし、あと自分が今後どうしていきたいかとか、自分のやりたいこととか、とにかく自分もなんかワクワクすることに向けて、なんか抽出し始めてるって感じがするんですよね。じゃあさらにこんなこともできるかな。でもこれだとちょっと時間かかっちゃうかなとか思いながら、そう、それなんかちょっと、なんか旅行の計画を立てるみたいに、そういうことを考えるのもちょっと楽しい。そう、なんか、充実してます。はい。B さん、リア充です。とっても、充実してる感じがありますね。で、それはね、これもそうなんですよね。これもそういうカードなんですよ。とにかく、日々の暮らしが充実してますみたいなカードなんですね。もうハピーネスとか書いてますからね。そう、本当になんかとにかく満たされてる、満ちてる、とっても今なんかやる気にも満ちてるし、可能性も見えてるし、でもなんかこうなんだろう、例えばよく愚者のカードに出るような、何も持ってないけど、もう楽しくてワクワクしてるというなんか始まりというよりも、ある程度のなんか自分の地位も築かれてたりとか、ある程度自分のもうなんか住むお家はしっかりされてたりとか、ね、ご家庭があったりとか、そういうすでに持たれているものっていうのかな、持たざるものの反対で、すでにいろいろお持ちの方、はい、そうだけど、ここからさらにもっとどうよく展開していこうかな、もっともっとどうやって自分の人生を素晴らしいものにしていこうかなっていうふうに、さらに、もっとよくしていくってことを考えられているんですよね。はい、そして現状にサクラルチャクラが出ております。非常に今ね、A さんの、ごめんなさい、B さん。またやっちゃった。ごめんなさい。B さんの魅力が今ね、すごいこう、上がってきてるし、あとね、自分でも分かってるんじゃないかな。あら、私最近なんだか綺麗だわ、とか、なんか最近、体が軽いわ、とか、生き生きしてるとか、周りの人からなんか生き生きしてるねとかキラキラしてるねって言われて、ああきっとそう見えるんだろうなーって自分で分かってる感じ。はい。素晴らしいですね。はい。こんな現状の B さんですけれども、この B さんのね、現状とそしてこの夏、水面下で起こっていくこと見ていこうと思います。はい。では、B を選ばれた方の、水面下で起こっていることを見ていこうと思います。2枚出てます。せーの。パカッ。はい。プラクティス。そして、ウェイトのカードが出てます。はい。はい、はい、はい、はい。はい。あ、これはワクワクしますね。なるほど。今含め、これ今回水面下っていうのは、現状を含め、この夏 B さんが迎える最高の展開に向けて、今どういう状態なのかっていうのを特にこの、今回は言ってますね、この B さんの場合は。そう、水面下で見えていない領域ではこんな状態ってことも教えてくれてるんですけど、なんかこうワクワクして足踏みしながら、扉が開かれるのを待っている状態っていうことを言っています。もうね、なんかクライマックス感がちょっとあるんですよね。なんかこう音楽の高鳴りの直前みたいな感じ。なんかこう大工とかの盛り上がりの直前、くるくるくるみたいなね。ちょっとそういう感じですね。もうすごいシンプルですけど、多分そういうことだと思います。だけど、なんかこう、まんじりともせずじーっと待ってるというよりは、あ、もうなんか来るんだなっていうのが分かってて、そう、気づかれてんじゃないかな、B さんも。なので、そこに向けて結構、本人は自分のやるべきことをやったり、楽しんで待ってるって感じがありますね。そうですね。いよいよ待っていた、開くのをずっと待っていた扉が開かれるタイミングなんだけど、ちょっと、これなんか私だけか、人によっていろいろあるかもしれないんですけど、なんか本当に楽しみにしていたことが始まるときって、なんか妙な気持ちになりません？こうなんか、ワクワクして、なんかまんじりともせず、私はなんか待つことがあまりできなくて、ちょっと他のことしたりしちゃうんですよね。ドキドキしすぎちゃって。ちょっとそれに少し似ているというか、そう。なんか例えば、すごい大好きな人がお家に来るって分かってて、もしくはなんか大好きな、お父さんとかが長い出張から帰ってくるとか、それが分かってて、ドアの前でじーっと待ってるんではなくて、なんか待ってても、なんかこう、なんていうの、そわそわしちゃうから、そうそう、そわそわしちゃうから、だったらドアの前にこう意識を向けないふりをしてこうなんか遊んで待ってよみたいな、それぐらいの感じがするんですよね。でもなんか意識してやっているわけじゃないんですよ。これ水面下で起こっていることなので、無意識なんじゃないかなと思うんですよね。だからこそなんかよりなんか自分のことに今集中されてるっていうのかな。うん。そう、なんかもしかしたら B さんはちょっと宇宙の仕組みみたいなのにある程度もう精通されてて、なんかじーっと待ってると、要はなんていうんですかね、見つめてると鍋は煮えないみたいな言葉があると思うんですけれども、そう、じーっと見てるといつまでたってもお鍋がなんかこうブクブクしてこない気がしたりするもので、なのでなんか本当に、あ、もうそういうタイミングが来るかもしれないけど、それは天の流れに任せて、自分は、やるべきことをやろうみたいな感じで、はい、いるんですけど、もう水面下で起こっていることとしてはクライマックスの今直前みたいなことを言っております。はい。では、この次ね、その迎える最高の展開見ていこうと思います。はい。では、B を選ばれた方がこの夏迎える最高の展開見ていこうと思います。せーの。パカッ。はい。Love makes the difference。これも最近ちょいちょい出てきてますね。はい。そして、で、ルックフォワード。はい、そして、あローズ・オブ・ソーズ。はい、これもなんか最近ちょいちょい出てきてますね。はい、そして、おラバーズ出てます。これね、つがいさんね。かわいい。はーい、なるほど。はい。これは、孫をことなき愛情系じゃないかな。ねえ。ラブラブ言ってるし、まあラバーズ出てるともう本当に大体そうなんですよね。まあちょっとね、今愛情はまあ関係ないよって人もいるかもしれないんですが、まあそちらも加味しつつ見ていこうかなって思います。はい、ね、まず一言で言ってしまうと、おそらくどなたかパートナーになられる方、もしくは、ビジネスパートナーとか親友とか本当に、心を分かち合うことができる方と、まあ、出会うというのがこの最高の展開なんですが、ね、これちょっとね、状況っていうかなんか2種類あって、一旦以前お付き合いしてた方とか、もしくは以前すごい仲が良かったお友達とか、以前他のところで一緒に働いてた方と、そう、まあそれぞれお付き合いされるような形になったりとか、ビジネスパートナーになられるようになったりとか、あとはもう一度友情が復活したりとか、そう、一度多分過去に何かあった方、なので再会だと思いますね。再会かもしくはそういう状況になっていく。あともう一パターンあって、過去が癒されていくっていうのもなんかね、すごくあるんですよね。なので、どっちもあるかな。いろんな方が見てらっしゃると思うので、人によっていろいろ違うと思います。恋愛なのか、それともそう友情なのか、お仕事の本当にパートナーなのか、ただこれがね、多分そのパートナーの方の特徴なんですよ。このロード・オブ・ソーズっていわゆる、ソードのキングなんですけれども、まあ、ソードのキングであることにちょっと加えて、ソードのキングって結構、単純に非常に賢い方とか、あと経営者タイプの方とか、何かしら、責任を負われるような立ち位置の方、なんかお立場がそれなりにある方とか、そう、まあリーダー気質とか、まあそういう意味が多分あると思うんですけど、この、ミスティカルドリームタロットの、ロード・オブ・ソーズは、やっぱね、これなんか絵の通りなんですけれども、天とつながってるんですよね。なんかスピリチュアルとかはよくわかんないやっていうような人かもしれないですけど、ただ、すごい動くタイミングをいつも分かってるとか、なんか直感、考えすぎずにちゃんと直感で動けるとか、そう。で、非常にね、結構もしかしたら一見クールに見えるけど、内側は熱い人とかね、ちょっとそういう意味がいろいろあるんですが、でね、そう。なんかどんな時も、そう。ここから来るのは、どんな時も自分を信じてまっすぐ進んでいくことができる方っていうのが来てるんですね。非常に有能だし、非常にこうなんか自分の軸とか芯があってぶれない感じの素敵な方なんですよ、この方。はい。そういった方と、こうなんか以前例えばお付き合いしてた方と、まあ、なんか再会してまたちょっとデートしてみるとか、もしくは、今まで自分の中でいろいろ引きずってきた過去がその方と出会うことによってなんか癒されて、ついに新しい道へ進んでいくことができたりとか、これはそうお仕事の、もしかしてパートナーでも同じことかもしれないですし、お友達でもそういうことが、起こりうるですけれども、ね、恋愛は今関係ないよって方もいらっしゃるかもしれないので、そうですね、とにかくそういったことを言っております。素晴らしいんですよ。なんかとってもね、そう、とにかくこの方がすごい素敵な方ですね。ね、こういう方を好きじゃなかったら素敵と思わないかもしれないですけど、例えばこうどっちかっていうとちょっと危なっかしい感じに恋しちゃうとか、少し頼りない方が好きっていう人にとってはあまり魅力的じゃないかもしれないですけど、ただ、B さんにとってはきっとこういった方がベストなんじゃないかな。なんかね、すごくきっとね、そう、このね、あ、ごめんなさい。このね、このここを見ると分かるように、なんか長年連れ添った夫婦みたいなのが描かれてるんですよね。で、なんかね、やっぱりね、なのでこの方は本当に、B さんにとって今後、人生かけてね、ずっとお付き合いされていく方、パートナーになるとか、もしくはそのビジネスパートナーだったら、本当にお二人がお仕事を終えるまでずっと一緒にやっていくとか、もしくはもう一生の友情を育んでいくとか、そういった方だと思います。なので、とても大きな出会いなんじゃないかなと思いますね。だから人によっては再会かもしれませんし、もしくは本当にこうなんか出会って過去が癒されていく。過去が、まあなんか女子から言うとよくあるの、なんだっけ、上書き保存じゃないですけど、なんかこの方に出会うことによって、なんかずっと辛かった過去が、なんか上書きされて、あいつそんな辛い過去あったっけみたいになっちゃうぐらい、なんかこうね、すごい素敵な方と出会うとか、はい、ちょっとそんなことを言っております。はい、ではですね、素晴らしいこの最高の展開を迎えるために、行動やね、そして普段のあり方などについて、アドバイスカードも引いておりますので、こちらを見ていってください。はい、では、B を選ばれた方に向けて、アドバイスカード。はい、3枚出ております。せーの、パカッ。はい、チャイルド・オブ・クリスタルズ。アライグマ、かわいい。カエルちゃんもいますね。このカード、ほんとね、絵が、書き込まれててとっても可愛い。はい、そして、はい、タマス。寝てます。はい。なんか可愛いですね。蝶々の私が起きて、起きてって言ってるみたい。はい。ではですね、こちらが、あ、ヒエロファント出てますね。はい。はい、なんかすごい面白いメッセージが来てますね。なんかね、あのね自分で「あ」とか言って、水面下で起こっていた、この状態、このなんかクライマックスが来るまでこうちょっと遊んで待ってるというか、なんかもう扉の前でじーっと待ってるわけではなく、なんか自分のことに集中してるみたいな、はい、これをすごいここから感じ取ったんですけど、同じようなことを言ってるんですよ。なんかね、これほらじーっと待ってるでしょ、かかるのを。で、こうではなくてこうありなさいみたいなことを言ってるんですよね。うん、これ最高の展開感、はいこの夏 B さんが迎える最高の展開に向けてのアドバイスなんですけれども、面白い。もうね、ここから一言来たのがネタフリって言ってるんですよねネタフリ、はい、ネタフリで、これもねちょっと面白いんですけど、ここにこの人がいるの、この人気づいてるんですよ。なんかそういう感じが今回するんですね。でも気づかないふりしてるんですねそう、なんかそういう感じが今回すごい来てて、見ないふり見ないふり、黒い人見ないふりみたいな、あんな人はいないいない存在しないみたいなそう、面白い。なのでちょっと一言で言ってしまうと、その言葉がまた悪いですよがっつくなみたいなこと言ってるんですよね他に言いようねないのかな、私ごめんなさいでもなんかちょっとやっぱこう恋愛系じゃないかなって基本思うんですよ。でこれが例えばそのなんだろう、久しぶりになんか会った友達とのこの友情の復活だったとしても、またはすごく素晴らしいビジネスパートナーが来るにしても、なんかちょっとその予兆が見えた時に、B さんの方からうわーって言っちゃわないみたいな、こうなんか待ってましたーみたいに、なんかこう入れ食いみたいにならないようにしてくださいみたいなこと言ってるんですよね。なんかちょっと面白くて、なんかこれもなんかちょっとね、これ少しほら波紋が広がってるので、もしかしたらここになんか魚さんがね、このリンゴを多分ね、ここにこうちょっとなんかつけたかわかんないですけど、それでこう少しもうかかってると思うんですよ。かかってるというか、なんかちょうどこう餌に食いついたばかりみたいな。でもこの方まだ見てるんですよね。この男の子か女の子か分かんないんですけど。なんかしっかりと、こう、要はなんか食いついて自分でそんなはずないですけどね。魚が食べた後によいしょって上がってくることないと思うんですけど、それぐらい向こうに来させなさいみたいなことを言ってるんですよね。ちょっと気のないふりをするとか、なんかそんななんかね、なんか恋のテクニックみたいな。でもそういうこと言ってるんですよ。面白いな。きっとなんか意味があるんだと思います。そう、多分ね、お相手がもしかしたらちょっとお相手も半信半疑だったりとか、なんかお互いが本当にゆっくりとこうなんか心を開き合って初めて、なんかお互いをこう許し合うというか、心を許し合うような状況がやってくるのかもしれないですね。例えば久しぶりに連絡を取ってきた友達がいて、なんか本当にこの子からずっと連絡が来ると思ってたと思って、なんか LINE が「元気?」って来たら、なんかすごい長いの返しちゃうとかね。なんか実はあれからあんなことがあってあんなことがあって、なんとかちゃんから連絡来ると思ってたんだけど、でなんか今私こんなでこんなでってわーって書いてあって、最後に「今からご飯食べない?」みたいなねそれぐらいのこうちょっとがっつき具合になっちゃうと、なんか相手がちょっとびっくりしちゃうのか、もしくは要はね、天の流れに委ねることがすごい大事なんだと思うんですよ。でそれが水面下で起こっていることでもそういうことを言ってたんですよね。なんか開く時は自然と扉が開くから、それまでは私は自分のやるべきことに集中してますって感じがすごく出ていたので、それを続行してくださいっていう感じのことを言っています。はい、すごい分かりやすいんですけど、ちょっと面白くてすごい笑っちゃいました。ごめんなさい。ねえ、でもこれなんか実用的な、なんか恋の駆け引きテクニックみたいで申し訳ないんですけど。ただ、私が思うに、もしかしたら B さんはこれをやりがちなのかもしれないですね、普段から。そういうことってあると思います。はい。でもね、なんかとても実用的で面白いアドバイスなので、まあもともとこんなことしないわっていう人はスルーしていただいていいと思うんですけど、ちょっとその系私あるなと思ったら、少し気をつけていただくともしかしたらいいのかなと思いました。はい。じゃあ、まあこれはね、アドバイスカードなんですけれども、この次、今の B さんに向けて、メッセージカードも引いておりますので、こちらも見ていってください。はい。では、B を選ばれた方のメッセージカード見ていこうと思います。はい。3枚出てます。これね、今の B さんに向けてメッセージをもらっております。せーの。パカッ。はい。チャイルド・オブ・ハーツ。そして、ザ・シークレット。そしてザ・ライヤーが出てますね。ほい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 。はい。では、見ていこうと思いますが、これはね、読んでいきたいと思うんですけれども、ちょっとこれは、今の、B さんに向けてというかメッセージもらったんですが、もしかしたら最高の展開を迎えた後の B さんに向けてのメッセージかもしれないですね。ちょっとね、すごい3枚とも同じようなことを言ってて、まずこの3枚から来る言葉、キーワードがこっそりっていう、そういう言葉なんですよね。まずね、これ3匹のクマですね、この絵ね。この手前にいる女の子はゴルディロックスちゃんで、この奥にいるこの3匹のクマのお家になんかこうお留守の間にこのねお家にこっそり入っちゃうわけなんですけれども、もうこれもね、完全にこっそり侵入してますよね。そう。それで、もうこれもそのまんまですよね。ザ・シークレット。内緒だよみたいなね。すごくね、秘めた思いみたいなのもすごい来るんですよね。で、これ、ザ・ライアーなんですけど、要は、これって悪魔のカードなんですね。この、エンチャンテッドフォレストタロットの、悪魔に相当するカードなので、何かこう B さんを魅了するものとか、 B さんがすごく惹かれるものとか、そういったことも表してるわけなんですね。夢中になるものとか。そうだけど、やっぱちょっとこっそりおいでみたいな感じが今回するんですよね。なのでこれは何かその、そうだな、やっぱなんか配情関係だった場合とかは、例えば、あまり、周りにまだオフィシャルにできない関係とか、例えば社内恋愛とかね、もしくはなんか、例えば B さんにまだいまいちしっかり切れてない彼氏がいるとかね。もしくは、なんかお相手にも、なんかこう、もう、離れて暮らしてるけど、なんかこう、いまいち別れきれてない彼女がいるとかね。いろんな方がいらっしゃると思うんですけれども、なんかこれ、あとはなんかこう、実は同じ仲間内とかね。そんな感じで、何か、いまいち、こうオープンにできないし、すぐにオープンにしてしまったら、ちょっと困るような、そういうような、困るっていうか、なんか面倒とかね、になるようなお相手とか、あともしくは例えばこれがビジネスパートナーだったら、実はビジネスパートナーさんのお相手がまだなんか、本当は副業禁止の他のところにいらっしゃるとか、もしくはなんかそのご自身でされてるお仕事に、そのビジネスパートナーを迎えるっていうことを例えば社員さんに言っていないとかね。でまだ別に言うのがまずいわけじゃないけど、まだ公開していないとか、そういう感じ。とにかくそんな感じですね。こっそりひっそり秘められたとか、そういうのが3枚からとにかく来てます。これだけ同じようなことを言ってるので、そのことに対するメッセージなんですけど、そのひっそりがいいのか悪いのか、多分いいんだとは思うんですね。それを選びなさいってことだと思うんですけれども、ちょっと、追加で補足でカードを引いてみます。はい、この1枚を補足で引きました。見ていこうと思います。せーの、パカッラブって書いて、わかりやすく出てきてくれてありがとう。なるほどね。はいはいはい。じゃあやっぱりラブなんですね。まあなんかいろいろ言いましたけど。まあでもどちらにしても、要は、なるほどね。はいはいはい。ちょっとこっそりしなきゃいけない関係だったり、最初はなかなか大っぴらにできないようなお相手だったり、例えばお相手がちょっと、有名な方とかね。なんかわからないですけど、周りの方が知ってる方とかね。あの人ととかね。そういうような人だったりとか、もしくは、なんかそう、なんかね、実は以前付き合ってひどい別れ方をして、周りからはあの人と別れてよかったねって言われたけど、また付き合ってるなんて言いにくいとかね。いろいろあると思うんですけれども、はい。そういうちょっとひっそりした状態に最初はなるかもしれないんですね。なんかなのであまり他の人に言わない方がいいかなっていうような関係で、その時に、もしかしたらね、この B さんちょっと正義感が強いか、もしくはちょっと過去に何かあった感じがあったので、過去のことを思い出すと、やっぱりやめた方がいいんじゃないかとか、なんか嫌な気持ちになるんじゃないかとか、そういったことを思ったとしても、愛を選んでくださいってことを言ってるんですよ。はい。それがすごいね、どうやら言いたいことらしいです。そう、なんか人に隠れるの嫌だなとか、もしかしたら性格的にすごいね、竹を割ったような性格の方で、この B さんがね、もうなんかコソコソするの本当嫌とか、あとはなんかこうすぐ人に言いたくなっちゃう性格とか、だからめんどくさいから、なんかもっとはっきりしたらじゃあ、前に進もうよとか、それまでちょっとまたしばらくバイバイとかねならずに、ぜひこの愛をね、選んでくださいってことを言ってるんですよね。そうすると、最高の展開っていうのが、より確実なものになっていくんじゃないかなって感じがしました。まあね、なんか、がっつくなって言ったりね。でもなんかこう、ひっそりしてても愛を選びとかね、なんかいろいろうるさい感じもしますけれども。でも、なんか、きっと、やり直しなんじゃないかな。愛のなんか全体的にそんな感じがしますね。でもすごい素敵ですね。そう、なんか愛のやり直しとか、それはだからもしかしたら恋愛だけじゃないかもしれないですけれども、本当に長いこと何か、以前ちょっと、悲しいことでお別れしなきゃいけなかったとか、嫌な思いしてお互い別れたっていう、人間関係ですかね。それが多分、再度ねこう戻っていって、それかさっき言ったような過去が上書きされるぐらい、素晴らしい愛情が、愛情関係とかがやってきた時に、例えばなんかなんでせっかく素敵な出会いがやってきたと思ったのにこんなコソコソしなきゃいけないのとか、だったら嫌だとか、なんかそう思うんじゃなくて、この愛を選んでくださいみたいなことを言ってるんですよね。ただアドバイスカードでなんかね、すぐに飛びつかないようにみたいなのを来てたのでちょっと様子見ながら、でも、じゃあいいや、なんかコソコソするぐらいだったらもういらないぽいって、ならないように、ちょっとね、様子をちゃんと見てくださいみたいなことを言ってるんじゃないかなと思いました。はい。ですので、まあ、こうやってね、補足引いてみたんですが、B さんは、ちょっと一瞬ね、もしかしたら初めのうちは公にできないとか、この人本当に、そう、ちょっとね、ここからも感じるのが、この人本当になんかついてっていいんだろうかとか、なんかすごくあまりにも魅力的だけど、本当に私のことなんて好きなのかしらって、もし思ったとしても、それはその愛の方に向かっていってくださいっていうことも言ってると思いました。人によってね、いろんな状況の方いらっしゃると思うので、ちょっとご自身にとってピンとくる、状況だけをこうなんか当てはめて見ていただければいいかなと思います。はい、B をね、選ばれた方のリーディングは以上となります。今日もね、こちらのリーディング動画を見ていただきましてありがとうございました。はい、では C の I will guide を選ばれた方のリーディングを始めていこうと思います。はい、ちょっと今回からいろいろ実験をしてみようかなと思いまして、ちょっとポジションをね、増やしたリーディングを、していこうかな。どうしようかな。どのポジションがいいかなとかいろいろ考えて、ちょっとやってみようと思います。はい、今回はこちらが現状、そしてこちらが、水面下で起こっていること、そしてこちらが、最高の展開ですね。この夏、C さんが迎える最高の展開。で、こちらが、最高の展開を迎えるためのアドバイスカード。そしてこちらが、今のね、C さんに向けてメッセージカードというものを引いてみました。はい、今回も命名へ展開して見ていこうと思います。はい、では、C を選ばれた方の、現状を見ていこうと思います。はい、あ、3枚出てますね。せーの、パカッ。はい、ムービングオン。そして、お、シバー。破壊と再生の神、シバ神。そして、サマディが出てます。気持ちよさそう。サマディって感じ。はい。すいません。はい。では、なるほど。はい。ね、C さんはなんか、もうなんか、いつもなんかこんなこと言ってる気がしますけど、とっても大きい、変容の中に今まであって、で、はい、今までの何か現状を、破壊って言っちゃうとあれですけど、そう、それが終わって新しい、人生の次の章に向けて、歩み出したっていう感じがもうまさにそのままですけれども、ありますね。そうですね。そう。なので、まあ、もしかしたら何か、とても長いことをいられた会社さんを退職されて、次のなんかお仕事に向かわれたりとか、もしくは完全に独立されて、なんか全然違うね、アーティストになるとか、ね、長いこと一緒にいたパートナーとお別れになられて、新たに自分の足で歩み出すとか、そう、すごくね、力強い感じがするんですよ、このムービングオンが。なんか誰の力も借りずに自分の足で歩いていくっていう感じがあるんですね。で、同時にこのサマディが出てますね。はい、これ素晴らしいカードなんですけれども、まあ、本当に、こう、なんか、揺らくとか調和とか、本当にこう、思考っていうんですかね。なんかね、高みに至るの思考ですね。なんかちょっとそういう感じがすごくね、するんですけれども、とってもなので、なんかご自身の中で答えが出たっていうのがね、今降って入ってきたんですよね。なんか今までずっとそうは言ってもなぁと思ってなかなか決められなかったところにこう答えが、出て、そう、そしてこうやって前にね動いていっているという感じがしますね。なので、まあ、もしかしたらちょっとこの前に向かうまではちょっといろいろ大変だったかもしれないですし、とてもそんな簡単な決断じゃなかったんじゃないかなって感じがするんですよね。今までの価値観とかそういったものを大きく変える前進、はい、そんな感じがします。で、その前進に、至るにやはり何か自分自身との統合が行われたりとか、本当に自分にとっての答えが出たりとか、そういったことが重なって起きてるんじゃないかなと思います、この C さんの場合。あ、もう自分ってこの道でいいんだっていうのが分かるようになったとかね。で、この先きっととってもいい方向に向かわれる、そういう、新しい、まあ、夜明けとか展開とか、もうまさに、この状況現状ですでに C さんはとても大きな転換期を迎えられていって、自分の足で、とにかくそう、自分の足でって感じがするんですよね。そう。なので、さっき言ったように、何か、そう、養われてるの状態とか、雇われてるような状態から、結構自分の足でよいしょって、こう、前にね、力強く、でも確かに一歩ずつ前に出ていっている状態。はい、そんなことを言っていると思いました。こんな現状の C さんですけれども、この C さんの、まあ、現状もしくは今後ね、水面下でどういったことが起こっていくのか、はい、見ていこうと思います。はい、では、C をね、選ばれた方の、水面下で起こっていること、はい、2枚出てます。せーの、パカッ。はい、フォーブソーズ。はい、こちらと、スローダウンも出てますね。はい。これは、まあなんか今まさにというか、今この、まあイニシエーションというか、そう、この現状で C さんが前に進んでいってるということの水面下で何が起こってるかってことを言ってますね。すごくシンプルだけど、すごいなんか、とても胸がこう、温かくなるようなことを言っていてですね。実際、現状では C さんは前に進んでると思うんですよ。新しい展開で、今までの自分から大きく成長して、今まで選ばなかった道を選んでる感じがあったんですね。なので、ご自身的には多分、前に進んでるとか、そう、前進してるって感じがすごくあると思うんですけど、ただ水面下では、なんかね、子供の頃とか、もしくは、その、今、後にした状況、例えばその、元のご家庭とか、元の、なんだろう、職場とか何かしらそういった元の状態、まあ、そこで多分限界を感じたり何か違うと思って前に進まれてると思うんですけれども、なんかそこでなんか培ってしまった本当の自分ではない自分、みたいなもののその前、そうなる前のとても純粋でとても無垢で希望に満ち溢れた、なんかどちらかというと要は子供の頃の自分とか、もしくは未来に希望を抱いていた自分に実は戻っていってるんですよってことをね、すごくこの2枚で言ってて、私なんか胸がジーンとしてしまったんですけれども、例えばなんかね、すごい結婚生活を夢見て、ワクワクと思って結婚したけど、結局結婚生活はうまくいかなくて、でも子供がいるから一生懸命我慢して、だけど結局やっとお別れすることになって、その間すごい固くなってしまった自分の心とか、そういったものが、本当に結婚する前とかに、抱いていたとても純真で、明日とか未来とかに対して希望しかなかった自分、もしくは例えばそのお仕事とかで新しい会社に入って、私はこの会社でこんなことをやってこういうふうに活躍するんだってキラキラしていたけれども、入ってみたら結構ブラックでとかね、もしくはなんか結局は、なんかその中で、なんかわかんないですけど、パワハラにあったりとか、なんかこう自分も、あとはやりたいと思ってたことで、なんかわかんないですよ。人によってはミスをしてしまったりとか、もしくはなんか、人間関係のめんどくさいのになんかこうやられてしまってちょっと鬱っぽくなっちゃったとか、それで忘れてしまっていた、そのすごく純真で希望で胸がいっぱいだったあの頃に、実はあなたは今戻っていってるんですよってことを言ってて、なんかね、ジーンみたいなね、なんかね、そんなことを言っています。それがね、実は今あなたは前進してるとか乗り越えたって思ってるかもしれないけど、魂とか心はより純粋だったあの頃に戻っていっています。あの頃の状態に戻っていってるんですよみたいなことを言ってるんですよ。すごい素敵なね、メッセージですね。はい。では、このね、こんな状態の C さんなんですけれども、はい、この C さんに、この夏ね、起こる最高の展開、はい、見ていこうと思います。はい。ではね、この夏、C を選ばれた方が迎える最高の展開ということで、カードを引いております。4枚出ています。せーの、パカッ。はい、レシーブ・ウィズ・ラブ・アンド・アプリシエーション。はい。そして、ワンステップ・アット・ア・タイム。で、チェンジ・ザ・シーナリー。なんか久しぶりに出ましたね、これ。そして、はい、チャイルド・オブ・スペルズ。これもちょっと珍しいですね。あんまり出ないんですけれども。かわいい。キラキラしてる。はい。では、見ていこうと思います。はい。なんかとってもね、あったかくて素敵な展開ですね。そうですね、どれがっていうのもちょっと難しいんですけどね、なんか全体からまず来るのが、とにかくね、多分ね、これから C さんにたくさんの奇跡が起きるんですよ。で、その奇跡っていうのはもしかしたら、全てがなんかびっくりレベルっていうわけではないかもしれないです。もう少し踏み込んで言うと、小さい奇跡が、こう、雨のようにたくさん降ってくるみたいな、そういう感じがするんですよね。なんか、でもそれが全部つながって、すごく大きな、なんか私、天に運ばれてるみたいな、そういう感じがするんですよ。で、今いきなりね、なんか来たんですけど、このね、選択肢のカード、これね、なんかこの状態なんだよって急に言ってきたので、ちょっと見ますね。はい。なるほどね。はい、このね、この赤ちゃんベイビーがC さんで、ここで見て、なんかこれね、天使さんとかたくさん見て、この賢治やフクロウさんみたいなのがみんなこうやって C さんのが無事に運ばれていくのをみんなこうやってね、鳥さんたちも見守ってて、でね、この波とかこのちっちゃい魚さんがそのね、いっぱいなんかちっちゃい奇跡みたいなことを言ってて、なんかこうしてなんかそういう仕組みみたいなこと言ってるんですよね。なんかこうして私たちはあなたを運んでいってるんですよみたいなことを言ってるんですよね。なんか泣ける。はい。すぐ泣く。ね、そうですね、ちょっと。えい。はい。ね、これは素敵ですね。そうでね、そのなんか例えばこの小さな奇跡っていうのは、朝時間がないって思ってたら、あれなんか時間がないと思ってたのになんでこんな時間が余ってるんだろうって思うような奇跡とか、何かあれ食べたいと思ってたけど最後の1個売れちゃったと思ってたけど、なんかもう1個だったら作れますよって言ってもらったりとか、なんかそういう小さい本当に小さな奇跡がたくさん連続して、そう自分は今天に運ばれてるんだとか、私今天の流れに乗ってるみたいなことを多分体感されるんですよ、この C さんは。それでね、とにかく世界が変わって見えてくる。世界ってこんなに明るいところだったっけとかね、あれ人ってこんなに優しかったっけとか、こんなに物事って簡単だったっけとかね、多分そういったことをたくさん感じられて、多分そのことによって C さんはどんどん明るくなってくるし、本当に奇跡ってあったんだとか、本当になんか神様っているんだみたいな感じがしたりとか、なんか今天使が助けてくれた気がするとか、なんかそういう天の力をとか魔法をこう間近に感じられるような瞬間がいっぱいやってくるんですね、この夏。すごい素敵だと思います。こういうのってね、体感できるようになると不思議と、なんかどんな願いも叶う気がしてくるんですよ。で、どんな願いも叶う気がしてくると本当に叶うんですよ。これは最高の流れが来ますね。そうなってくると本当に人って疑わなくなると全部叶ってくんですよ。夢とか希望とか願望とか。たとえそれに時間がかかっても、この状態になってくると、でももうなんかこんな時間かかってるから結局なんか叶わないのかなとかって思うと、またそこでブレーキがかかっちゃうんですけど、そう思わなくなることが大事なんですよ、本当はね。こうなんか夢を叶えるとかっていう時って。あとちょっとのところでやめちゃう人とかってすごい多いんですけれども、そのことを疑わなくなるためには、やっぱりこういう小さい奇跡の連続で、もうなんか世界って今まで世界ってこんな感じだったみたいな状態になって、要はちょっと次元が変わってくるんだと思うんですけれども、この次元が変わってくるのを目の当たりにすることってすごい大事な体験だったりするんですよね。もうこんなになんかなんか確信っていうのかな、世界が自分に味方してくれる確信、世界が自分を運んでくれてる確信、自分の素晴らしい未来に自分は運ばれてる、奇跡やたくさんの愛によって自分は運ばれてるんだっていうことへの確信、これものすごい大事なことなんですけれども、それを多分感じられる、この夏になるんじゃないかなっていう感じがいたします。もうすごい素晴らしいと思うんですけれども、では、こんな最高の展開を迎えるためのアドバイスカードも引いておりますので、ぜひこちらも見ていってください。では C を選ばれた方のアドバイスカードを引いておりますので、一緒に見ていこうと思います。2枚出てます。せーの、パカッ。ニヤマス。すごい綺麗ですよね、このカード。綺麗。天国。天国って感じですね。was waiting for。でもなんかねえ、なんかすでにやっぱりさっき言ったこの選択肢のカードと同じようなエネルギーを感じますね。ねえ、この女性もなんか2人とも髪の毛の長さまで一緒みたいな感じがしますが、そうで2人ともね、こうなんか泰然と待ってる感じが本当にします。でもなんか待つって本当に何かが起こるのを待ってる、ね、よくいいこと起こらないかなとか、なんか面白いことないかなっていう人いますけど、そういうんじゃないんですよね。そう何かが展開してくるのを待つというよりも、自分の人生が、起こるべきことが起こってくるのを、ただなんかこう本当に泰然と無になって、待っていることができるっていう感じのカードですね、2枚とも。でね、とっても不思議なんですけど、この左のカードね、これ使うの忘れましたね。はい。この左のカードには周り誰もいないじゃないですか。でもこれ持った方がいいか。そう、これ誰もいないですよね、自分以外。で、こっちは周りにいっぱいいますよね。で、これって多分守護されてる存在とかだったりすると思うんですけど、今回ね、なんか不思議とね、みんな見て見て、みんな見て見て、こっちじーっと見て、こっち見ると、なんかこの何もいない空間にぎっしりいるような感じしてきません？そう。たとえあなたの目に見えなくても、あなたはたくさんの存在に守られ導かれているんですよってことをね、なんかすごく言ってるんですよね。これなんかアドバイスカードなんですけど、すでにメッセージカード的なことを言ってますね。だからそういう気持ちになって、是非この最高の展開がやってくる間、もしくは最高の展開が、展開されてる間でもいいと思うんですよ。なんか要は小さい奇跡がいっぱい起こってきて、でもなんかその待っている展開はなかなかやってこないとか、分かりやすい奇跡、なんかすごく大きい奇跡みたいなのはなかなかやってこないなって、こうなんか数えるのではなくて、そうなんか全ては完璧なんだっていう風に考えてくださいみたいなことを言ってるんですよね。そう、全ては完璧に運ばれてるとか、全ては完璧に整っているとか、全てはベストなタイミングで起こっているっていうことを知ってください、分かってください、そしてその状態であってくださいみたいなことを言ってるんですよね。はい、素晴らしいですね。なんか C さんね、素晴らしいですね。この、なんかもしかしたらちょっと全体的に、こう本当に一段階、自分のね、魂と共に生きるレベルみたいなものが一個上に上がっていく感じがね、多分するタイミングなんじゃないかなと思います。はい、ではちょっとアドバイスカードね、両方で同じようなこと言ってるのでとてもシンプルだったんですけれども、はい、この次、C さんに向けてメッセージカードももらっておりますので、こちらも続けて見ていこうと思います。はい、では、C を選ばれた方のメッセージカード見ていこうと思います。3枚、はい、3枚出てます。せーの、パカッ。はい、stick with it。しかも、44は天使の番号ですね。はい。そして、エモーショナルロス。はい。なるほど。そして、お、ザ・ゴールデン・チルドレンが出てますね。はい、とっても分かりやすくてすごくね、素敵なメッセージが来ております。シンプルですね。はい。まず、やはりちょっと現状でね、C さんが今までいた場所から、前に動き出してる感じはとってもあったんですよね。で、それが、ちょっとやっぱりね、そのそこからこう前進するのを選ぶのって C さん的には結構大変だったんじゃないかなって見ていて感じたんですね。なのでやっぱりね、今そうやって、変化を選択して前に進むということは多分おそらくとっても大変なことなんだと思いますってことは言ってくれてるんですよね。すごく不安だったり、すごく怖かったり、本当にこの道でいいんだろうかとか、やっぱりなんかね、今まで長くいたところからとにかく変わってる感じがしたので、そうですね、この選択は正しいのかなとか、この先どうなっちゃうのかなとかって思うかもしれませんけれども、今あなたが向かおうとしているその道、その選択、必ず貫き通してくださいってことを言っています。そう、どんなに不安であっても、どんなに正しくないように思えても、それは正しいので、ぜひやり抜いてください。貫き通してください。その道をまっすぐ進んでください。そんなことを言ってます。これまさに今の C さんに向けてのメッセージだと思います。今はたとえその先が見えなくともということを言ってますね。本当にこれで正しいのか、本当にこれがすごく自分にとっていい選択なのか、一見良さそうに見えて本当は違うんじゃないかとか、最後は路頭に迷うんじゃないかとか、いろんな気持ちがなんかあるんじゃないかなと思うんですけれども、そう、たとえね、それが自分にとって本当にベストに思えない時があったとしても、またそう、先が見えない、これ普通だと思うんですけど、先が見えないような変化だとしても必ず貫き通してください。で、そのことに対して、なぜならみたいな、すごいね、素敵なメッセージが来てて、あなたは神のお気に入りだからです。みたいなことを言ってるんですよね。そう。これはもちろん皆さんに対してそうなんですけれども、特におそらく、これはね、本当不思議なんですけど、すごくね、大きいチャレンジをされる方って、すごい点から応援が入るんですよ。特に自分を幸せにしない状況だけれども、一見エゴちゃんからすると安定して見える状況、例えばそのなんか幸せじゃない家庭にずっと居続けるとか、ブラック企業だけどすごく大きい絶対に将来は安定しかなさそうな会社に居続けるとか、なんかそういった一見エゴは安心するけれども魂は全く、満足しないようなそういう状況、要は、不安ではなく愛を選んでとても大きなチャレンジをされる方ってめちゃくちゃ応援が入るんですよ。なんでかっていうと天とか宇宙ってそういう方大好きなんですね。そういう方に向けてよっしゃ待ってましたって言って特別エネルギーを送りますみたいな感じでドババババババーっとねエネルギーを送ってくれるんですね。そう、なんか放射してくれるんですよ。ゴールデンチルドレン。これこのまま見ると、なんか金色の子供たちって感じなんですけど、今回はいわゆるゴールデンボーイとかね、そういう感じがしたんですよね。ゴールデンボーイはいわゆる親とか先生とかのお気に入りの子みたいな意味なんですけれども、今回そういう感じがとってもしました。はい。あなたはそう、宇宙の天の神のお気に入りですよということを言われております。それがね、さっきのアドバイスカードで出ていた、なんかこの感じね。もうあなたの周りにこう応援団がいっぱいいますよみたいなことを言ってるんですよね。だから安心して、進んでくださいっていうことを言っております。はい、なんかね、とってもね、素敵なメッセージだなと思うんですけれども、これね、そうは言ってもと思わずに、ぜひ信じてみてください。もしね、今言ったこととか、その現状が全部ぴったり当てはまっている方がいらっしゃいましたら、もうこれね、本当にそうなので、信じた方が得です。でも、とか言ってると、どんどん波動が下がっていっちゃいますし、どんどん変化も遅くなっていってしまいますので、どうやら私は気に入られてるらしいとか、どうやら宇宙が特別のエネルギーを送ってくれるらしい、どうやら私はたくさんの人に守られているらしいって思っって動くのと、なんか無理かもダメかもって思って動くのとでやっぱ全然違いますので、ぜひですね、こうやって自分は守られてる、愛されてるんだっていうことを、しっかりね、胸の中に、こうね、宝石のようにそういう気持ちをしっかり入れて、そしてね、前に進まれていかれるとね、よりね、今後のその素晴らしいね、再婚の展開なんかも、楽しめるんじゃないかなと思いました。はい、C を選ばれた方のリーディングは以上となります。本日もこちらのリーディング動画を見ていただきましてありがとうございました。はい、以上となりますが、いかがでしたでしょうか？今回は少し、ちょっとね、お試しで、ポジションを増やしてやってみました。なんかね、最近ちょっと変えたいなと思いまして、いろんなこといろいろ試してみてるんですけれども、はい、私ずーっと同じことやってると飽きちゃうタイプなので、いろいろお試ししてやってみたいなと思います。どうでしたでしょうね。なんか、アドバイスとメッセージ、やっぱり微妙に違うけど、似てるようなことを言ってるところもあるし、まあでも、最高の展開に向けてのアドバイスと、今の皆さんに向けてのメッセージだったので、まあ、ちょっとそれぞれね、面白いものを、読めたかなとは思います。はい、でもですね、なんか本当に今回驚いたのは、3選択肢とも、なんかまあ最近特にそうなんですけど、まあ皆さんすごい幸せそうですし、まあちょっとね、今まで大変だったのかなっていうのもちょっとあるんですけど、それでも皆さんやっぱりね、とっても自分を選べることができてるし、すごいなと思いましたね。幸せそうですしね、皆さんね。まあ、中にはまだちょっと大変って方もいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、なんか嬉しいです、私。読んでいて。こんなになんか幸せな方がいっぱいいて嬉しいなと思って。なんかね、どうしてもカードリーディングの動画とかって、今悩んでる人向けみたいになっちゃうんですよね。で、だけど、その悩んでる度合いにもいろいろあると思っていて、なんか私はもうなんかリッチもサッチもいきませんみたいな、人も、もうなんかこのリーディング動画を見てるタイミングでなぜか幸せになっちゃうみたいな、人ばっかりを作ろうという、そういう意気込みで、もうむしろもうみんな幸せっていうリーディングをしたいんですよね。やっぱり私はそういう世界を作りたいって思っているので、なんかやっぱりみんないろいろあるだろうなと思って読んでると、いろいろある人が作られちゃうし、きっとみんな幸せだろうなと思うと幸せな人だらけになるって信じているので、はい、この、幸せな人だらけを、ぜひ今後もねどんどん、このカードリーディング動画を撮りながらも、自分の世界では作っていきたいなと思ってます。皆さんもぜひそうしてください。なんかカードリーディング動画を見るときに、なんかこう悩みとかって思うよりは、今幸せな自分がもっと幸せになる、そういう、ための動画をあちこち見てみようと思われると、よりね、自分にぴったりな、そして素晴らしい、自分をね、幸せに導いてくれる素晴らしいメッセージにたくさん出会えると思います。はい、今日のね、リーディング動画以上となります。この夏、あなたが迎える最高の展開ということで見ていきましたが、いかがでしたでしょうか？またね、今後もいろいろちょっとポジションを増やしたり変えたりしながらいろいろね、試行錯誤してやっていけたらと思いますので、またお時間のあるときはぜひ遊びにいらしてください。はい、今日もありがとうございました。また撮ります。バイバーイ。